ラシード・ウォーレスは、アメリカ合衆国の元プロバスケットボール選手。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身。身長211センチメートル、体重104.3キログラム。ポジションはフォワードまたはセンター。ビッグマンながら、講師ともに優れた選手と同時に、歩く、テクニカルファウルと呼ばれるほど、テクニカルファウルが多いことでも有名な選手であった。 ジェリー・スタック・ハウスらと共に、ノースカロライナ大学でプレーしていたウォーレスは、1995年の NBA ドラフトでワシントン・ブレッツから全体4位の指名を受け、NBA 選手となった。1年目は65試合に出場し51試合で、先発、1試合平均10.1得点、4.7リバウンドという成績で、 1995から96シーズンのオールルーキーセカンドチームに選ばれる。また、オールスターウィークエンドのイベント、ルーキーチャレンジに出場した。シーズン終了後に、ポートランドトレールブレイザーズへ放出された。2000年、2001年には、NBA オールスターゲームに出場。2002年、1試合平均19.4得点という、自己最高の成績を残した。 しかしブレイザーズ在籍中は感情的な行動を取る問題のある選手と報道されることが多かった。1シーズンに受けたテクニカルファウル数の NBA リーグ最多という不名誉な記録を持っている。また1シーズン中に退場させられた回数でも最多記録を持っている。2001年デンバーナゲッツ戦でキャリアハイとなる42得点を挙げた。その年のプレーオフで ブレイザーズがウェスタンカンファレンス決勝まで進出することに貢献した。ブレイザーズ時代にはメディアに対して積極的に会見に応じることが少なく、ある試合後の会見では5つの質問すべてに対して、ボースチームズプレードハードと返答し、リーグから罰金を課せられたことがある。試合中に地元のファンからブーイングを浴びせられることさえあった。2004年2月、ウォーレスは、 アトランタホークスへ放出された。その後まもなく、トレード期限数時間前、デトロイトピストンズが、ウォーレス獲得に動いた。ウォーレスはホークスで1試合のみに出場し、ピストンズへ移籍した。ウォーレスが移籍したことを喜んでいたブレイザーズのファンは、多数いたが、その数々の問題を起こしてきたウォーレスは、チームバスケットを掲げるラリー・ブラウンヘッドコーチ率いる。 ピストンズによくなじみ、エゴを捨てたチームプレイヤーとなった。それまではファン、審判、報道関係者等、多方面からそこに関しては良い評価を得られなかったウォーレスだが、同じチームの選手や関係者らウォーレスの身近な人々からの評価は移籍当初から決して悪くはなかった。移籍して数ヶ月後、ウォーレスはピストンズの主力選手として14年ぶりの NBA ファイナル優勝をデトロイトにもたらす原動力となった。その後も攻守にわたって、さらに性格面からもピストンズの核となり、チームを牽引し、勝利に大きく貢献しており、ウォーレスの調子がチームの勝敗を左右すると言っても過言ではなかった。また、2006年と2008年には NBA オールスターゲームにも出場した。2008から09シーズン後、 FA となったウォーレスは2009年7月、ボストンセルティックスへ移籍した。この時、ウォーレス獲得のために、セルティックスのビッグサントドックリバース HC が、直接、ノースカロライナ州にあるウォーレスの自宅に赴いて、説得を行ったと言われている。セルティックスでは、シックスマンとして、ガーネットやケンドリック・パーキンスのインサイド陣を支え、その年の NBA ファイナル出場に貢献した。 ファイナルでは、ロサンゼルスレーカーズと対戦。ゲーム7では、ゲーム6で、負傷退場した、パーキンスの代わりに先発出場して奮闘したが、アンドリュー・バイナムとパウがソルのツインタワーを止めることはできず、3勝4敗で力尽きた。2010年6月25日、現役引退を発表した。正式な引退の日時は2010年8月10日。 2012年10月3日、マイク・ウッドソン HC の求めに応じて、現役復帰、ニューヨーク・ニックスと契約、NBA に復帰した。開幕戦の最終クオーターには、ウォーレスのプレーを見たい、ニューヨークファンの間で、シードコールが起き、ウッドソンは、ラシードに、優雅ナプレー、サム、と声をかけ、急遽出場した。次第に、 ニックスにとって欠かせないプレイヤーとなり、出場時間が増え、ニューヨークファン人気も高まっていたが、怪我のためシーズンの半分以上を欠場した、4月15日のボブキャッツ戦で一発し復帰し数分間プレーフィールドゴールを記録するが、この試合が現役最後の試合となった。怪我のためプレーオフを前に、再び引退を発表。2013から14シーズンから、 デトロイトピストンズの HC に、ブレイザーズ時代の HC である、モーリス・チークスが就任。ウォーレスも前世紀を過ごしたフルスピストンズのアシスタントコーチに就任。シーズン終了後に退任した。フォワードの選手の中でも、屈指のオールランドプレイヤー。高身長で、運動能力が高く、豪快なダンクシュートから3ポイントシュートまで打てる、優れたシュート能力を持っており、 フリースローの成功率も高かった。また、攻撃だけなく、守備もうまく、ピストンズ在籍時は守備のスペシャリストであるベン・オーレスと、共に、インサイドにおいて、鉄壁の守備を誇っていた。また、ブレイザーズ在籍時に、NBA 解説者のジャック・ラムジーからは、シャキール・オニールに対するディフェンスは、リーグ1と、その守備力も高く評価されていた。しかし、 インサイドでの接触プレーを避け、アウトサイドシュートを中心とするオフェンスには批判もあったが、ピストンズを優勝に導いてからは批判の声もほとんどなくなった。以上のように、選手としては NBA 屈指の能力だが、気分にムラがあり、プレーに好不調の波が出やすく、感情的になってテクニカルファウルを取られていた。ピストンズに移籍後、テクニカルファウルの数は落ち着いたが依然として、 非常に多く毎年 NBA でトップクラスの数を記録していたが、キャリアの晩年のニックス時代はほぼなくなった。そやで喧嘩っ早いようなイメージのあるボレスだが、噛みつくのは審判にだけで乱闘は起こさないし参加もしない。実はどちらかというと静止する方に回ることが多い、腕を伸ばした状態で放つジャンプシュートは打点が非常に高く、ブロック不可能とも言わしめた。 ありがとうございます。